ホーム、五井道駅は、奈良県柏市河原口にある、近畿日本鉄道大阪線の駅である。副駅名は、真見川丘ニュータウン前。駅番号は、リツーさん。当駅が、柏市五井道ではなく、同志河原口に位置するにも、かかわらず、五井道駅と名乗っている。この命名の経緯については、開業時に駅名を五井道と河原口のどちらにするかを、 めぐって論争があったことはわかっているが、五井動が選ばれた正確な理由は近鉄などの記録にも残っていないとされている。開業当時の所属自治体は北葛城郡五井動村であった。ちなみに、和歌山線の JR 五井動駅は、柏市五井動に位置し、当駅とは約1キロメートル離れている。島式ホーム2名4線を持つ対比可能な地上駅で、 京城駅舎を有する。ホーム有効長は1987年に215メートルになっており、重量編成分である。出入り口は北、北東、南西の3カ所に設けられているが、改札口は1カ所のみである。駅名表、発車表などの各種案内表示には、長らく外国語表記がほとんど見られなかったほか、下りエスカレーターが設置されていない。 一部の校内案内表示を除き、大半の校内案内表示に、英語表記入りのものに更新されたほか、2009年度における、国土交通省の交通施設、バリアフリー化設備費補助金事業によって、当駅へのエレベーター、障害者対応トイレ設置に関する費用交付が、決定し、2011年より供用を開始している。近年における、 当駅の1日乗降辞任の調査結果は以下の通り。近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。近鉄のご移動研修車庫が1982年に開設され、高安建築ご移動車庫も立地している。エコールマミショッピングセンター、奈良交通及び京成バスの路線が発着しているほか、柏市橋。 コミュニティバスと柏市バデマンド交通の乗降場所にも設定されている。奈良交通西 C 山と営業所の項も参照。柏市、バコミュニティバス、柏市バデマンド交通。ありがとうございます。